森谷前防衛次官が先ほど逮捕されました。まず受け止めをお願いいたします。これはね、防衛庁のトップ、防衛省のトップ、自衛官のトップ、そういうもののね、逮捕という重大な事件だと思いますね、まずね。で、その上で、今度の問題を端緒にして、やはり、前次官の、そういう犯罪の全容、並びに、政治家の関与という点でのね、解明が求められていると思いますね。で、日本共産党としてはやはり、関係者の証人喚問をはじめとして、国政調査権を使ってのね、全容解明のために全力を挙げたいと。で、しかしことはね、これ思ったのはね、やっぱり、軍事組織の中枢の事件ですよね。で、この間考えてみると、張本、それから防衛庁、施設長、一連の事件がありましたよね。だから、中枢がまさに腐敗をしてるっていう事態だと思うんですね。ですから、この点でのね、やはり背景、つまり海外派兵を行って、アメリカに従って行ってきた、そういうやり方と、それから事実上、これらの予算が成果してるっていう問題があると、見なければならないと思いますね。参議院で承認過問が決まった中での、この逮捕劇でしたが、このタイミングというのはどのようにお考えでしょうか。まあ、それは、判断はいろいろあるんでしょうけど、ただ、今日の朝の、テレビでも、森谷さんは、なんて言いますか、自然体じゃなくて、まあ、出るって言ってましたよね。ですから、私は、きちんとね、せっかくその意を対して、しかも、参議院ではそう決めたわけですから、出張尋問をはじめとして、きちんと行わなければならないと考えています。防衛省をめぐる疑惑の中で共産党は今後どのように追及していこうとお考えでしょうか。先ほど見ましたようにね、この問題の中心はね、やっぱ軍事利権、日米軍事利権の総合的な問題があるわけですね。この解明にね、やはり党としては全力を尽くしたいと思っています。額賀大臣についてはどのように追及していこうとお考えでしょうか。これはね、単なる遠席の出席問題と違って、さまざまな疑惑がありますよね。口利き疑惑や、さらには、お車代と称された疑惑。まあ、その様々な疑惑があるわけですから、私どもは、それらが、特に、彼が、いわばフィクサーとしての秋山氏との関係があった、日米全体の軍事利権の、まあ、一つのキーマンであることは確かですから、そういう点での解明を私どもとしては、力を尽くしたいと考えています。各社さん。森谷さんという方はですね、まあ、5年近くもですね、事務次官を務めたということで、異例の、防衛省の中でもですね、異例の、まあ、大物次官とか天皇とか言われた方で、一方でその政府の方もですね、現政権の方も、そういう森谷氏の、力というか、利用してきた側面があると思うんですよね。だからずっと副次官を続けてきた。沖縄の問題もありますし、日米の再編の問題もずっとこれまで森谷さんが中心的にやってきたんですよね。そういったその政府 の, その政策決定の中心にいた彼がこういうその収賄事件というものに関わっていたと。つまりその期間ずっと収賄事件をやっていたわけですから、そのことについてどういうふうに思いますでしょうか。ですからこの点ではね、私ども一貫して言ってたようにね、その政治のとしての任命責任といいますかね、もちろんトップの問題はいろいろ、それは防衛省としての任命あるわけですけど、それを徴用してきた政治の責任というのは極めて重大だと。で、それがやはり先ほど言いましたけど、海外派兵型に移行する一連の時期ずっとこれやってるわけですね。それを主導的に彼がやってきたわけですね。そのこととやっぱり背景にあったっていうことを我々はずっと着目してきたわけですから、そこの解明が必要でしょうね。だから私この間もあるところで言ったんですけど、日米軍事同盟って言いますか、アメリカの基地再編強化、これの動きと、それから海外派兵型の動き、この二つが重なっている中で起こっている事態だという点がね、大事じゃないでしょうか。よろしいでしょうか。すみません、別件なんですけれども、はい、本日政治資金規制改革の、その改正の、話し合い、与野党の秋葉氏は大筋で合意した。大筋で合意したっていうよりも、それは一定の合意点があったということだと思いますけどね。ですからその辺をね、私どもは一番大事な点は、国民の目から見てどうなのかということが基本であって、そこから物を隠していくようなね、やり方で、結果としてはコスト論を口実に国民の目から隠すようなやり方っていうのはダメだというふうに考えています。ですから、
適正化委員会だとか、そういったものでね、事実上、その、自分、それらが、政治的介入ができるように余地を残すということについては、私は確か反対の意思を表明したと思いますけど。ですから、合意に至っているというふうに私どもは考えていませんけど。